じゃーん、これなんだ。はい、はい、どうぞ。とってもまずい剥がれ。お口開けてください。口元美容香織です。今日はあんちゃんが来てくれました。あんちゃんは8歳です。久しぶりに登場ですよ。 YouTube に前にも何回も出てくれてんねんけどな。お友達も YouTube 見てくれてる言って、今日は YouTube に出演するラッキーな日って言ってめっちゃ喜んでくれたんよ。そうやって喜んで一緒に出てくれたら私もめちゃくちゃテンション上がる、嬉しい。で、歯並びをきれいにするっていうので、もともとあんちゃんな、実はな、下の方が前に出たって。だからちょっとくぼんだような顔つきやってんけど、ぐーっと引っ張って上の顎を成長させたから、ちゃんとした噛み合わせになってきてんな。でも上をもうちょっと広げて、ここがふっくら可愛い笑顔にしたいなと思ってるんで、マスクで引っ張ってもらうように装置をつけました。こんな感じ。何をする日ですか？ね、大嫌いな大嫌いな鼻毛を置いてる日。今日はとっても楽しい日だね。今日はとっても嫌いな日だね。あれ？おかしいな、会えへんな。どういうことやろ？合わせてあげろ。今日はとっても楽しいね。合わせてくれた。じゃーん。ここにこう引っ掛けてこうやって寝るの。ねんねんな、やるな。あとでもう一回やってや。じゃじゃーん、これなんだ。はいはい、どうぞ。とってもまずい剥がれ。まずい。なんか友達がさ、うん、あんちゃん何もしかなくてもやめたよってなったら。え、ほんま友達見てくれたんや。12ぐらい。今日も見てる。はい、じゃあマスク取りましょう。倒します。かわいいお顔をするで。はい、倒します。ゴム取ります。キャー、取れた取れた取れた。噛んでいい。はい、合わせます。合わせますよ。あ、嘘。ちょっと入った。噛んでいい。じゃあこれお願いしますね。はい。ここと、ここのところを、ところにゴムみたいなのかける。ゴムです。ゴムみたいな。はい、じゃあかけてください。あ、めっちゃアップやな。大きい方がおでこで、おでこ、かっこがここ顎な、顎下の顎な。ちょっときついかな。きつくないわ。よいしょ、いけた。これでおやすみ。おやすみ。上手やな、久しぶりやのに。いい、うん、取りましょう。毎日使えます。毎日寝るときにはめて寝ます。寝ます。お約束です。約束。やる気でも、うるせえな。じゃあね。じゃあね、バイバイ。すごいやろ、あんちゃん女優やろ。ほんまにきっちり説明まで入れてくれて分かりやすかったやんね。こうやって上顎の成長期にしてしまっといたら、綺麗な顔立ちの大人になるんだよ。美しさは3歳から作られているよ。あ、そうそう、お腹の中にいてる時から成長は始まってるからね。ママさんも立ち姿とかそんなんでお腹の中の状態が変わってきたりもするから、みんなが健康であること、これが一番やね。
チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またです。公式 LINE に登録していただいたら綺麗な歯を保って一生過ごせるようになるために私が監修しました虫歯予防のための PDF プレゼントしています。それから今は4人に3人が歯周病って言われてんねんね。そんな時代、歯周病予防のこともやっぱり知りたいやん。歯周病を確認できるチェックリスト、これもプレゼントしていますよ。さらにさらに歯医者さんまで来ていただいたらセルフケアセットが詰まった南国屋敷にオリジナルポーチプレゼントしています。ぜひ公式 LINE を登録お願いします。口元美容チャンネル見ていただいて、私と一緒に二人三脚で歯を守っていきましょう。